はいどうも、ひこぼん、心の声です。いまだに関東ツアーの疲れが取れないです。何も食べなかったのがいけなかった。関東ツアーの翌日から始まった関東セレブレーション、やっとやる気になりました。とりあえず強化5回で1ページ目は終了です。例のごとく強化にかかる砂が少ない TCP のポケモンを強化します。昔は強化の必要のあるポケモンを選んでいたけど、もう無理だな。何かといえば強化タスクをぶっ込んでくる。1回の強化にかかる砂の最低は200、低いやつなら4回までできます。5回目からは砂400になってしまうのでダメです。これも1回の強化にかかる砂が200なので OK です。よし、これで1ページ目達成です。なかなか出てこない。これ楽天モバイルにしたからだろうか。1個目は関東ツアーから色違いの実装されたバラス。2個目は石つぶせ。3個目は裁縫音。リワードを受け取ります。ここはイワークでした。2ページ目、ロケット団か。まあ3人ぐらいならちょうどいいかな。シャドウポケモン2匹はロケット団をやれば達成するのでいいでしょう。20匹捕獲もやってれば達成できます。いい感じのタスクである。そしてそのまま黒卵の孵化です。なんといういい流れだ。出てきたのはミュウツー。素晴らしい。これで色違いだったら最高です。平日なのに20名も集まった。さすがの西大宮駅。CP2319 いまいちですが、色違いならず。一発ゲットです。HP が尖ってる。ではロケット団下っ端3人を倒しに行きますかと思ったけど、あたりに全く見当たらないんだが、とりあえず三橋公園に向かってみますか。今日は風もなくいい天気でポケ活日和です。前方にイオンが見えてきました。イオンといえばそろそろスポンサーから撤退するそうで、私のポケモン GO はイオンと共にあったのでとても悲しい。しかし受け入れるしかなく、記念に収めておこう。まあこれまで散々収めてきたけど、マックがなくなりイオンもなくなり、ポケ GO の一つの時代が終わっていく感じ。私も終わるのか。いや、始まってもいなかった。それにしてもロケット団がいない。お、空きがある沖に行こう。ここのジムはまだゴールドじゃない。到着です。いっぱいになってないことを祈る。大丈夫でした。そしてこれは試される案件。あれだ、名前が思い出せない。大雑把に検索して探すことにします。この間に置かれたりしていた。強化もしてあって良い感じです。ちなみにこのポケモンの名前はグレイシア。グレイシアとは英語で氷河の意味だそうです。ヒグナスの氷河です。あっちにロケット団のいるポケストップが見えるけど、遠い上に三橋公園とは反対なので先がない。やめておこう。三橋公園にロケット団が複数いることを期待して向かいます。三橋公園の前にロケット団がいたので、あれをやっていきます。凍らせちゃうわ。氷タイプを使ってくるので、こちらは炎タイプで溶かしてしまいます。
バルシェン、攻撃力あって結構手強いです。このままだとレシラムやられてしまうのでファイヤーに交代。オッケーです。あと2人です。お、さっきはいなかったポケストップにロケット団がいる。あそこへ行きましょう。そして三橋公園だ。コインランドリーの前に置いてある人形のジムです。コインランドリーはいい匂いがする。ドラゴンの雄たけび。これはドラゴンを使ってくるから、同じドラゴンタイプのディアルガをぶつけるか。リアルガのパワーアイス。ロケット団あと1人です。潮貝発進、信号無視ですな。三橋公園の入り口にロケット弾、これはちょうどいい。では一丁倒しちゃいます。ムキムキ筋肉、これは格闘タイプを使ってくるのでミュウツーをぶつけます。これでロケット弾したった3人達成です。
ここはアーボ。ここはスリープ。ここはドナース。リワードを受け取ります。ベトベター。まだあった。水タイプのポケモン20匹。これなかなか大変かも。ニアバイにポッチャマがいる。これ捕まえよう。あそこのポケストップだ。出ました、これだ。水タイプのポケモンを撮影するタスクがあったので、これでやるもダメでした。捕獲済みじゃないとダメなんですな。そして貴重な一匹に逃げられるっていう。玉ざらしが出た。一匹目ゲットです。水タイプのポケモンのゴースナップショット。また玉ざらし。そしてまた逃げられるっていう。そして僕らのコイキング。飛んで火にいるポッチャマだ。あれ、またポッチャマ。ポッチャマが3匹も出現した。もしかしてポッチャマの巣なのか。なんと運がいい。コダックも出た。はかどるはかどる。ヤトンです。ポッチャマです。返す刀でコイキング。コダック。返す刀でからなくし。あと5匹です。ポッチャマだ。あと4匹。ポッチャマの巣なのだろうけど、イベントの脇に押されてさっぱりです。ああ、せっかくのコダック、ゴープラでポチってしまった。そして逃げられる。アズマオウだ。あと3匹。ゴールは近い。ポッチャマ。あと2匹。コダックだ。お前じゃない。あと1匹です。でかい水タイプ現れた。最後にふさわしいではないか。水タイプ20匹達成です。ヒトデマン、シェルダー、メノクラゲ、全部水タイプ。まさか次は別のタイプのポケモンを20匹とかないだろうか。リワードを受け取ります。ここも水タイプ。まだあるんか。でもこれは適当に捕まえてれば達成できる感じ。また強化タスクか。 CP12 のコイキングなのに1回の強化が400の時がある。強化10回達成、リフト3回送る達成。あとはポケモンを捕まえるだけ。これで終わってくれるといいんだけど。これで最後です。ポリゴン。
ルージュだ。フィーブイ、リワードです。次が怖い。プテラ、もう終わった。今回のほどほどにやりごたえあってよかった。関東セレブレーション終了の一覧に登録されました。